1番和歌山南蓮、2番地元ホームバンク渋谷蓮、3番東京武田涼、4番宮城阿部利光、5番岡山新村誠、6番静岡上田誠、7番地元ホームバンク国井裕樹。以上のメンバーによる対戦です。注目はルーキー対決となりました。南蓮と武田涼、115キロ同期対決は初対戦です。一番下南蓮が上体を起こします。そして同期の武田涼、ともに平成11年5月生まれ、同学年、ともに高校時代は自転車部で活躍していました。南蓮と武田涼、号砲になりました。第8レースチャレンジ決勝戦スタートしました。1番南蓮がスタートを取ります。続いて2番車渋谷蓮、4番が阿部利光、3番武田涼、5番は新村誠、7番車は国井裕樹、最後尾から6番上田誠です。2コーナーからバックストレッチ、前を取りました。1番車は和歌山南蓮です。連日非常にスピードのある幕を披露しています。落ち着いたレース運びをしています南蓮。昨日ワンツーを決めた5番の岡山新村誠がマークです。1番5番地元の7番国行は3番手から、この人も2連勝での勝ち上がり、近況好調、初優勝を狙います国行。後ろは同じくホームバンク2番の渋谷蓮です。6番の静岡上田誠が地元勢を追走、7番2番6番ここは難関ラインです。3番東京武田涼は6番手から、この人のスタイルは先行、その主導権を取ったレースで2連勝武田涼、日々進化を続けるルーキーです。その武田涼には4番車宮城の阿部利光がマークしています。3番4番です。2周回目の4コーナーを回ります。1番南蓮が先頭、必勝スタイルはまくり、5番新村誠マーク、ここで動いたのは3番武田涼です。1番同期の南蓮を抑えに上がっていきました。今打掌周回に入って1コーナー、すぐに引いたのは1番車南蓮です。ここで7番の国井裕樹が上がって1番南蓮を抑えました。南蓮は一旦6番手まで引きます。向こう正面、今鐘が鳴りました。残り600を切って今2センター、武田涼が先頭、まだ流し気味に第4コーナーもある。1番車南蓮はまだ6番手で じっくりと構えています。400m を切る、さあ前を向いた3番武田涼、早めに仕掛ける1番の南蓮、同期の3番武田涼がかかる前に一気に踏み込んだ、さあギアを上げていく1番南蓮、ここは5番の新村切れました。2番手で追いかける3番下武田涼、200を切っての3コーナーラストスパート、1番南蓮です。さあ3番の武田涼、2番手で追いついた、抜きに行くか、4コーナー待った、同期生対決、この両者のデッドヒートマッチ、1番南蓮先頭、南蓮が振り切ったか、いや3番武田涼が伸びた。第8レースチャレンジ決勝戦、同期対決制したのは3番武田涼。南蓮の好ダッシュのまくりでしたが、武田涼追いついて、そして抜き去った感じでした。リプレイをご覧ください。同期の2人のデッドヒートマッチ、リプレイゴール戦場ご覧ください。わずかに3番武田涼が捉えたように見えます。続いてスーパースローです。